米国の著名サッカージャーナリストで、CBS テレビの仕事や、デイビッド・ベッカム氏についての著作などで知られるグラント・ウォール氏が、9日の22年ワールドカップ、W 杯、カタール大会準々決勝、オランダ・アルゼンチン戦の取材中に倒れ、翌10日未明に死去した。8日に48歳になったばかりだった。ウォール氏は記者席で同試合の延長戦を観戦中に倒れ、その場で救急医療チームにより約30分間、身体蘇生法などの処置を受けた。その後、病院へ搬送されたが死亡が確認されたという。ウォール氏は今週月曜日に自身のウェブサイトで、体調が優れず、メディアセンターにある医療クリニックを訪れたことを明かしていた。同氏は気管支炎と見断されていたようだが、直接の死因については明らかになっていない。ウォール氏は11月21日に行われた W 杯一次リーグ、米国ウェールズ戦に、LGBTQ を支持するレインボーカラーの T シャツを着用して入場しようとしたところ、約25分間、スタジアム内で拘束されたことで注目を集めた。その後、国際サッカー連盟、FIFA、はウォール氏に謝罪したという。同氏は1996年に名門プリンストン大を卒業。昨年までスポーツイラストレーテッド誌でサッカーや大学バスケットボールを中心に取材を続けていた。同氏は5日に寄稿した記事の中で自身の体調面に言及。ここ3週間ほどストレスと睡眠不足に見舞われて体が悲鳴を上げていたので、メディアセンターの医務室で診察を受けた。新型コロナに感染したわけではないが、気管支炎と言われて抗生物質と咳止めをもらい、数時間後に少し良くなった、と書いていた。ネットの声、48は若すぎだろ。まず接種歴を調べてみるべき。最近は接種歴に全く触れなくなったので枠済みなんだろう。睡眠不足とストレスが、一番体に悪いんだよね。